どうみさんこんにちは2019分野別過去問解析プラスアルファ等連民法第7回目の講義を始めてまいります担当いたしますはレクセイ人工事長の豊岡と申しますまたどうかよろしくお願いいたしますはいそれでですね第7回ねもう終盤にね差し掛かってますけどもまだね本当に大事な問題まだまだお出ししますんでねまたしっかりと一緒にですね あの考えていきたいと思います。またよろしくお願いいたします。じゃあですね、早速レジュメこちら開けてください。合説解説ですね。一ページですね。一ページ第七回、ね、問題一こちらからまたじっくりですね見てまいりたいと思います。でまた例によってですね皆さんの方で一回ねここでプチッと止めてご自分で答案構成をやってみてください。よろしいですね。 答案構成をやったということを前提にまたいろいろねあの大事なポイントをお話ししていきますで、この問題ですねこの問題第7回のね問題11問目なんですけどもいかがでしたでしょうこちら設問1設問22、ね、つから成り立ってますでこれ条文ね下で一応途中ねこれ終わってますけど次のページ見ていただきますとねずっと続いてますずっと続いてます でこのレジュメの三ページですねこちら三ページまでずっとねこの参考条文がついてますこれ実は平成三十年今年ですね今年二千十八年の第一問の各問でしたね皆さんの中にはねあ今年受けたよこれ問題やったよそういう方もねいらっしゃると思いますね一番最新です一番最新の本試験問題ということで今回一問目の方でねこちら出させていただきました。 いかがでしたでしょうか。ね、あの本番、本試験、ね、あの受けなかったって方ですね。特に、ね、どんなあの印象を持ちになったでしょうか？本当に、もう、基本的な、ね、もう論点、あるいは内容を、これ、ストレートに聞いてきてるんですね。ですから、もう、ね、本当、今後ですね。2019年以降も同じような傾向で、ね、もう、特に基本的なあの論点、ね。これを中心に出してくることは十分ね。ね も予想できますんでこの問題ですねこの問題ぜひ大事になさってくださいこれからのあの2019年以降ですねの問題を予想する上でもね外すことのできない大事な問題なんであの本試験、ね、この問題本番で受けたよって方もそうですけども今回初めて目にしたよって方もねぜひ何回も何回も、ね、あの繰り返してみてください2019年の皆さんがねあの論文本試験受けるまでですね機会があれば何回も何回も民法の勉強の度に ぐらいでもいいですよ。ね。あ、こんな問題が出るんだな。逆に言うと、この程度でいいんだな。それをぜひね、あの肌でこう実感してほしいんですね。いたずらにこうね難しいところにねあの踏み込むんじゃなくて、本当にあのレックから出してる公家民法にね乗ってるような基本論点をスパッとこう聞いてくるそんな問題になってますんで。いいですね。ぜひあの機会あるたびにねこの問題はね繰り返してやってみてほしいなとそう思います。 もちろん毎回答案なんか隠してありませんからねご自分の頭の中だけでもいいですからねじゃあちょっと中身入っていきますよで1個だもうちょっとおきましょうね1個建て住宅で以下ねこう建物というとを所有する A は B との間でこう建物を代金1,000万で A が B に売却する旨の契約以下本件売買契約というとねを締結したとね 目的物は高建物、売り主は A、買い主 B ですね。で、以上の事実を前提として次の質問1、2のそれぞれに答えなさい。ね、なお、各説も特例でした、別個の問いですよということで、まず質問1ですね。本件売買契約ね、まあ出ましたねの締結後、高建物の引き渡し、移転登記ね、これは A の義務ですね、売り主 A の義務ですね。と代金の支払い、これは逆に B 買い主 B の義務ですねが なされる前に、A、売り主 A の非の不始末により高建物に火災が発生し高建物は滅出したともう一度なくなっちゃったこの場合において A と B の法律関係について論じなさいと論じなさいということですねこれが説問1です設問一ねで、これもうすでに皆さん一回ねこれ答案構成をやりになってみてねこれ債務不履行だな したがって、契約の解除、あともう一つ、損害賠償請求。これはね、もうすぐピッと、本当にピッピッと頭にね、思い浮かべられるぐらいにはしてほしいんですね。もう、これ、条文当てはめるだけなんですよ。特にあの論証ですね、あの高架民法に載っている、いろんな論点。ね、あれ、論証がいろいろ上がってますけど、あんな論証じゃなくて、まさに、本当にもう条文を当てはめるだけです。当てはめるだけ。これが、この説問一なんですね。説問一です。 全然難しいところはありませんので,でちょっとねあの踏み込んでちょっと見ておきますとまずこの聞き方ですね説問1の聞き方なんですけども今お話したようにね書くべき内容としてはとにかくもう債務不履行、ね、その中の1種類である履行不能、ね、あの債務不履行って3種類ありましたよね債務不履行って3種類あった履行地帯履行不能そして不完全履行、ね、債務不履行でさらにはこの2番目の履行不能ね の問題だなってこといいこに気が付いてほしいそうするとその法律効果として損害賠償請求415条あと契約の解除543条ねこれはピッピッとねあの頭に思い浮かべられるぐらいにしといてほしいんですねただ一応それはね問題文を読みなげてすぐピッピッと思い浮かんだとしてもねやっぱりここですねちょっと見てくださいねやっぱりこの出題者がここで何を聞いてるのかこの聞き方ですねいつも言ってますけど。 こ,れですこの場合において A と B の法律関係について論じなさいよということでこういうね例えば A が B に対して、ね、あの建物宗教土地開けたし請求できるかとかそういう具体的な、ね、請求を聞いてんじゃなくて法律関係法律関係ねこういうふうにねちょっとこう漠然と、ね、聞いてくるそういう問題ですね聞いてきてる問題。でこういう問題で結構ね皆さんの中でね苦手にする方多いんですよ。ね、これは今言ったようにね 例えば A が, B に対して、ね、A が不法占拠者 B に対してね高度値明け渡し請求できるかとかそういう具体的なねその中身ねこれをあのストレートに聞いてれば、ね、できるかできないか請求ね明け渡し請求できるかできないかしか結論ありませんから別に論ずるのはそんなに難しくもないんですけどもこういう法律関係って形で聞いてくるとね結構ねあの悩んじゃう方は少なくないんですね。でこれ法律関係って私いつも言ってますけども権利義務です。 法律関関係係というのののは別の言葉に置き換えると権利義務の関係なんですすよ権利義務で,すでこれもいつも言ってますけど権利と義務っていうのはこれ表裏一体なんですね。権利だけってこともないし義務だけってこともありません。必ず権利と義務ね。これ表裏一体で存,あの存在しますんで。でこの権利と義務の関係これがいわば法律関係ですから。ですからこれある意味ね A の権利と義務あるいは B の権利と義務これをね今ここでこの事案をもとに 考えてみたらいいんですよでさっきも上し上で言いましたけども AB 間これ売買契約が成立したでこの引き渡し移転登記これは売り主 A の義務ですよ売り主 A の義務ですよ逆に言うとこれは買い主 B の権利になるわけですね引き渡せとあるいは登記を移転しろとね買い主 B は売り主 A に対して請求できるこれはね売り主 A の義務ってことは逆に言うと買い主 B の権利になります。またもう一個 代金の支払いこれもさっきねやり私申し上げましたけどもこれはもともと買い主 B の義務ですってことは逆に言うと売り主 A の権利になるってことねそうするとこれね一応契約は有効に成立してますこれ間違えないでくださいねこれ契約無効じゃありませんよ AB 間の契約自体有効に成立してるでその成立したあとここねだから締結後 ね、言い換えると売買契約成立後にこの売主 A の日の不始末これ奇跡自由って言いますね奇跡自由ねっ売主 A の奇跡自由ね責攻めに帰すべき自由って言ってもいい、ね、奇跡自由によってこの目的物が燃えて滅出してしまったここ、ね、でちょっとつなげますと売買契約締結後だから有効に成立してます これ絶対売買契約無効って書かないでくださいね。もし無効って書いたら大減点されますからね。で、成立後、滅失目的物が滅出してるってことで、これは売り主 A のこの引き渡し、義務、義務。これは履行不能になっています。履行不能になってる。この契約締結後、ね。要するにこれは後発的不能です。後発的不能ってこと。 滅失してもはや売り主 A はこの高建物を B に引き渡すことができない。したがって売り主 A のねこの引き渡し義務は履行不能になってますね。でこれは契約締結後ですから何かも言いますけど後発的不能ですからね。原始的不能じゃありませんよ。これ原始的不能かかって書いてたら大検点されますから。この質問1ですけど実は本当に民法のねまあていうんですかねこう横断的な理解って言いますかねこれをさりげなく聞いてますね。 だだから私はこの説明って非常にいいい問題だと思います。本当にまさに大学の法学部で、ね、あの学部試験なんかでね聞いてくるような実は最近の法学部のね学部試験もうちょっとレベルの高いね論点とか聞いてきますけどまさにねもう法律を勉強したての,、ね、あの例えば大学生なんかにはねうってつけの問題ですねそういう、まあ、学部試験で出しても全然おかしくない、ね、基本的な知識理解を真正面からこれ聞いてるんですね。でとにかく契約締結後、 で滅失ってことで後発的不能ですからね。ちょっと書いておきましょうかねこれね。この二つね契約締結後で目的物が滅失しているね履行できない引き渡しっていうね売り主のね履行を果たすことができないってことでね不能になってます不能っていうのは不可能って意味でしたねこの二つ。 で、後発的不能というふうにしっかりと読み取ってください。で後発的不能だとするとね次に民法の2つの制度を瞬時に瞬時ですよ瞬時に頭に思い浮かべてほしいんですよ。後発的不能の制度何がありました一つは債務不履行もう一つは何危険負担危険負担いいですね2つ。で、本件は どっちかっていうと、さっきやりましたね、ここ。売り主 A の日の不始末。ね。これ、売り主 A。ね。売り主 A に奇跡性あるよってことですから、債務者に奇跡性あり。だから、本件は、後発的不能で、なおかつ債務者に奇跡性ありってことで、債務不履行の話になります。したがって、ここは、危険負担は全然関係ありませんからね。これ、危険負担変えたら大減点されますよ。あ、この人全然民法の、 体系的な理解できてないね。もう最善者はもうね、瞬時に見抜きますから、これ。いいですね。だから本件はね、冒頭でも言いましたけど、債務不履行の話だよってこと。いいですね。ずぶんね、突っ込んで細かく分析的にお話をいたしましたけど。ね。そうすると、これね、債務不履行の話。でも、前提として契約自体は有効だから。契約自体は有効だから、さっきのね、この法律関係の話に戻しますと、契約自体は有効に成立してる。 ってことは売り主 A は買い主 B に何を請求しますこんな家が燃えてなくなってんですよ。厚かましいうねもし A が厚かましい売り主であれば人間であれば当然やっぱり買い主 B に対してこれですよ。金払えって言ってくる。金払い行ってきますよ。それに対して皆さんが買い主 B だったらどういうふうに反論しますこれ。この時に解除。債務不履行解除。 あるいは条の損害賠償請求を主張すするんですよだからこの法律関係について論ずよって言った場合ね一応自分の頭の中ではねこの権利関係権利義務の関係に置き換えてくださいでどんな権利あるいはどんな義務ねそういうふうな形で具体的にこの事案を通して考えてくださいで売り主 A としては今言ったようにねこれまだ契約自体有効だから当然買い主 B に対して「金払えよ」と言ってくるだろうそれに対して B は「何言ってんの?」と。 燃えてなくなってんだから、もう解除するよ。ね。543条。あるいは弁償しろよと。ね。415条。ね。これを B は主張するでしょ。だから、そういう流れで、これ書いていただければ、十分この問いには答えた形になります。だから単に漫然とね、漫然と、買い主 B は損害賠償請求できる。あるいは契約解除できるっていうふうに書くよりもね、今言ったように、A がね、例えば代金、支払い請求をしてくることが考えられると。 それに対して飼い主 b としてはね。契約の解除、あるいは損害賠償請求という反論することがね。あの予想されるというような形で書くと本当に非常にね。この聞き方、出題者のこの問いに対してね。あの答えた形になりますね。だけど実際ね。そこまでね。あの？書くっていうのはかなりね。高度な。やっぱりね。理解とテクニックがね。必要になりますんで、だからこの回答例ね。あってちょっとご覧いただきますけども、本当に普通にね。あっさりと。 あの書いてますこちらねまたしてご覧いただきますけど12ページですね12ページです、ね、こちらこれ「履行不能による解除」主張することが考えられるってことでもうあっさりとねまず解除契約の解除ね書いてあと次に縦にで損害賠償請求って形でポンポンとポンポンとねこの B がねあの主張できるその手段ですね手段これはポンポンと上げてますんで。 ね、ただ一回こういう問題ね実際考えておかれるとねまた別のね問題でやっぱり法律関係について論じなさいって時にねこれ非常にあの対応、ね、しやすくなると思いますんでこの問題通じてそういうところもね是非ねちょっと一回ねしっかりとご自分なりに詰めておいてください。ね、法律関係についてもしね論ぜよまた2019年の問題でもね同じように聞いてきた場合一応私,私が言ってるのは思考の順序なんですよ思考の順序法律関係権利義務 であれば、A と、B、どういう権利がね発生し、またどんな義務が負っているのかな、そういう形で考えていく癖をつけていただくとね、あの非常にあのこの問いに対したね、あの答えになろうかなと思いますんでね、いきなりですね、契約解除、損害賠償請求って書いた答案よりもね、非常に深みのあるねあの答案になりますんでね、以上こんなところです、こんなところ。したがって、これね話戻しますけども、とにかく質問一については。 公発的不能で債務者に規制規制ありということで債務不履行ですしたがって債務不履行の効果として損害賠償請求ですねちょっと条文見ときましょう415条これね弁償しろ弁償しろね415条あと契約の解除ですねこれは543条です543条こちらねこれは541条じゃありませんからねこれは履行地帯の方ですで履行不能の方が543条ですで皆さんねもう 抑、ね、えてらっしゃると思いますけど541条の場合履行地帯のの、ね、契約解除の場合については、ね、これ債務者がこれ債務期に履行しなくてもいきなりこの債権者が解除できるんじゃなくてこれでしたね相当のの期間をを定めて履行の再告をするこれが必要でしたこれをしないとねこの解除権は発生しないんだった履行地帯の場合それに対してこのね本文みたいなこの履行不能の解除の場合 これはもうね、あの、相当の期間を定めて再告なんかしても意味がありませんからね。もはやもう契約は履行できませんから。だから、この債権者は直ちに契約の解除ができるんだった。ね。こういうところももう一回ちょっと確認はしておいてくださいね。543条です。ね。で、あとね、これちょっと上の方ご覧ください。条文見ていただくと、この参考条文ね、416条が上がってる。これ以前、このプラスアルファトーレンでもやりましたね。 これは債務不履行の場合の損害賠償の範囲を定めた規定だよやりましたね416条1項2項1項が通常損害2項が特別損害やりましたねで一応参考条文が上がってますで試験委員もね試験委員も全く関係ない条文まで上げないそうすると一応ねこれさっき上でね この債務振り込と続いて損害賠償償請求弁償しろねこれ当然 B としてはあの主張することが考えられますよって言ったんですけどこの損害賠償請求を主張した場合の範囲ねいわゆる損害賠償の範囲これも論点とは一応なりうるのかなとこの本文ですね本文で一応論点とはなりうるのかなと、ね。ただこれ問題文ねちょっと見ていただきたいんですけども説問1ねこれ損害賠償の範囲まで 聞くよような事情が上が上ってませんよねこれもしねこの飼い主 B がねこれ A からこの高建物を買い受けた後ね例えば知り合いの第三者 C にね高値で転売する転売、ね、する予定があったとかって書いてあるんであればその場合はねやっぱりこの416条ですねこれで損害賠償の範囲まで書いてほしいってことが言えますけどでも本もそんな事情上がってないでしょ全然。 ね、だから一応損害賠償の範囲もね論点とはなりうるけども必須じゃないと思います必須じゃない書かなくても書いてなくても減点はされない書いてればまあ加点かなと、ね、そんなところじゃないかなというふうに思います一応この回答例ですねまた後でねご覧いただきますけど回答例で一応触れました、ね、一応簡単にざっとですけど一応触れました書いてなくても全然あのしあの気にする必要はないですただ一応論点とはなりうるよとそういうことですね でこれもいつもね私申し上げるんですけど実を言うとねある一つのまあ事例の問題がありますよね事例問題があるで論点論点ね論点って実は民法の場合ねあの抽出しようと思ったらかなりいろんな論点って実は引っ張れるんですよでもその中にあっても当然優先順位があるんですよ試験員がね一番真っ先に何を聞いてほしいのかねそういうやっぱり論点って実を言うとね一つのね 同じ事例問題からでも、いっぱい引っ張れるけど、その中で当然優先順位を考えて。出題者がまず、絶対に書いてほしいと思っている論点何かなと、ね。で、次に、もし余裕があったら、書いてほしいと思っている論点何かなと。また最後、ね、一応。理論上は論点となれるけども、出題者が明らかに書かなくていいよって、ね、そういうふうに考えているな。そういう論点と。ね、必ずこういうふうにね、段階ですね。まあ、言い換えると、まあ、優先順位って言ってもいいんですけど、これを考える癖をつけてください。 いいですね。あとまた、私も申し上げた通り、一つのね同じ事例問題の中でもね、実を言うと本当に民法でねいろんな論点というのは抽出できるんですよ。だから時々ね、あれ先生これあのこうかけとかあるいは当連のね解説あの改正冊子の解説の回答例に載ってないけど、先生これもう論点になりえますよねとかっていうご質問を時々いただくんですけど、それはその通りなんですよ。その通りね、その事案絶対そのね私があのね載っけてるもの以外でも 理論上はね論点になり得る場合というのは十分あるだけどその問題では必ずしも書く必要ないですよ,ってうですよ、ね、これも知っておいてくださいいいですね実は本当にね同じ事例問題からでもいろんな論点で引っ張れるでもその中でも優先順位があるからこれを意識する癖をつけてくださいねだからそれはやっぱり一つの,のメルクマールその判断する基準ってやっぱりどこまで行っても問題文ですよ問題文で試験員がこの問題文でどこまで ね、例えば5つの論点がね理論上ね五つの論点が理論上ね抽出できたとしてもその問題文を読んで試験員がその5つ全部書いてほしいと思っているのかどうかですよこれを冷静に見極めるっていうのが実を言うと本当に最後ね大事なあのなんていうんですかねこの戦いになってくるんですよ。法律の問題ってねすべからくそういうものなんですよ他の科目もそうなんですよ。ね。でしょうか、ね、で次いきますよ今度は説問の2の方ね。 でこちらはねもう皆さんねすぐ無断転体無断転体ねこれをお気づきになってますよねなってくださいねこれなってほしいんですよ612条無断転体ねただこれ事案がねちょっとひねってありますねこれ非常に混日的ないわゆるトピックないわゆる民泊ですね民泊これをねこれです旅行者ねこれ高建物これ宿泊滞在させてるねいわゆるね 今日的なね。問題で今民泊の形でこれを聞いてきてます。で、あまりその民泊っていうね。この特殊性にそれほど引きずられる必要はないですね。なかなかこれ実際ね。あの皆さんが本番でいきなり目にしてね。で、民泊の特殊性までね。考えながらあの論ずるっていうのはなかなかできませんからね。だから一応まあ612条の無断転。これは絶対気がつかなきゃいけないけども、その中でその上でね。 最後の当てはめですね当てはめのところでねこの民泊の特殊性みたいなものをちょろっとでいいからねあの言及できればもう十分丸はつくと思いますねこれおそらくねこの一問目ねこれあのさっきも言いますけどこれ平成三十年のこれ一問目だったんですけどこれお,おそらくねおそらくっていうかほぼ間,間違いなくあの秋山先生ですね試験員のお一人の秋山先生がお出しになったと思いますこの秋山先生ご自身はねあの今回で四年就任して四年目なんですよ 民法の死刑に就任して4年目で過去の問題を見るとやっぱりね基本論点を聞いていくんだけどちょこっとねひねりを入れる先生なんですねこれは。ですからまあねやっぱりあやっぱりちょっとひねってるなとそんな感じでした私は実際ね本試験当日回答を出し合ったんですけどあちょっとね612条、ね、の問題ではあるけども民泊って形でちょっとひねってるなそんな印象を受けました。 でもこれ中身全然難しくないですね。ちょっと見ていきますよ。本件売買契約に基づき、こうたての引き渡し、移転登記と代金の支払いがなされた後に、ねこれ説明ち全然別っこですから切り離してくださいね。もう家が燃えたえ立ったので全然関係ありませんからね。で、えっ、ー、と引き渡し移転登記ねこれ売り主 A の義務で代金支払いこれ買い主 B の義務でしたねがなされた。それぞれね義務の履行がされた。でその後 買い主 B は第三者 C との間で、ね、もうこの高建物 B の所有物になってますから、B が C との間で、存続期間が5年、賃料月額12万として、高建物 B が C に、まあ、賃貸者、ね、本件賃貸者契約を結んで、で、実際高建物を C に引き渡したと。ね。で、問題その後でしたね。その次でした。本件賃貸者契約の締結から2年後。二年後。ね。これ、存続期間5年ですから、ね、5年のうちの2年経った後。 この賃借人 C が仕事,のね仕事上の都合で1年ほど外国に出張しなきゃいけなくなったそこでとねこれ空き場にするっていうのはちょっともったいないなってことですねこれこう建物を不在にする間旅行者にこう建物を使わせ旅行者から対価の支払いを受けることを考えたとこれ天体ですね天体です、ね、こちらでそしてそれから1年の間に C は B に 無断でねこれ賃貸人 B の承諾もらわなかったんでですね無断で合計120日間ねですから4ヶ月ですね4ヶ月様々な旅行者をこう建物に宿泊滞在させちゃったねこれ一応期間が5年で最初2年間は自分が住んでてその後1年間これね仕事で外国に出張することになったでまたこれこの出張が終わればまた戻ってきてこれ自分が住む予定でいるわけですよ。だからこれね こういうい天体、ね、この自分が不在にしている間だけ間はこれ旅行者に使わせるこういうね民泊を考えついたわけですねでさまざまな旅行者をこう建物に宿泊滞在させ、えー、とそれらの旅行者から実際お金ももらってますからこれは立派な賃貸借です賃貸借です他人に物を貸してそれそれに対して対価を受けるこの場合は賃貸借ですこれもし対価をもらわなければ皆さんご存知の使用貸借です使用貸借ただで物を貸す ね、賃貸借は対価もらえますから、ね、これは歴史としては賃貸借ですでなお旅行者が高建物に宿泊滞在した際に騒音やゴミ処理等に関して近所から、ね、苦情が来ることはなかったということで、ね、これこの事情ですね特に直書きのとこですけどもこれこのあとねいわゆる無断転退ということで直ちに解除できるのかいやそうじゃないよ。 信頼関係の破壊が必要だよってい,、ね、いわゆる信頼関係破壊の理論というのが論点になってくるわけですけどその中でこの信頼関係の破壊の有無を、ね、判断する材料としてこの今読んだねこの直書きのところの事情がねあの関係してくると思いますこれ、ね。とりあえずクレームは来なかった、ね、信頼関係の破壊はないっていう方向にこの事情は働きますよね。 働くと思いますんで,でそういうところでねそういう最後の当てはめのところでねこういう事情を使っていただくと一応ね出題には答えてるかなそういう答案になると思います。で最後ね、えっと「本件賃貸借契約の締結から3年後 B は賃貸にねこれらの事実を知った」と。ね、でこの場合において B は本件賃貸借契約を解除することができるかについて論じなさいと。なお ごめんなさい回答にあたっては民法以外の法律ねこれ民泊ってことで特別法がありますけどそんな特別法までねあの考える必要ないよ、ね、言及する必要ないよというふうに一応丁寧にねこうやってね出題者が乗っけてくれてますねだからもう民法プロパーで612条プロパーの問題として処理すればいいよってことを言ってくれてるんですねいかがでしょうこの問題いい問題ですねこれね私はいい問題だなと思いましたでこの問題ねいつも言ってるように 出題者者ががね、出題者が何を聞いてんのか、これはしっかりとさることです。で今説問の2ね皆さん問題文を読みになってあこれ無断天体だなさらに今日的な、ね、トピックの問題である民泊で聞いてきたなこれ皆さんすぐお気づきになったと思うしこれは絶対気が付かなきゃいけない612兆の、ね、無断天体の話だなこれは気が付かなきゃいけない。だけどいきますよここなんですよ。 こ,こ,この場合において B は下から2行目ねできるかですできるかで別に612条に基づいてとは言ってません出題者はとにかく解除できるかを聞いてるだから受験生の側からするとね解除原因解除原因を考える必要があるってこといいですね で、一つは、解除原因の一つは、ね、何回申し上げている通り、六百十二条です。六百十二条。ね、無断転体です。無断転体。ね、あともう一つ、これ。問題になるんですよ。解除原因として。ちょっとこれね。ご覧ください。三ページね。三ページご覧ください。用法遵守義務違反です。用法遵守義務違反。これも一応。論理上は論点となり得ます。論理上、さっき言ったようにね。 民法の論点って事例からある意味いくらでも引っ張り出せんですよそうすると理論上はこの用法遵守義務違反この後見ていきますけど物を借りたその場合にはその物の用法に従った利用しなきゃいけないってことねこれに違反してるんじゃないのこれ違反した場合には契約の解除ができちゃうんですよ賃貸人はこれもね一応理論上は論点となり得ますだからこれねしっかりやっぱりこの出題者が聞いてる箇所をしっかり見るってこと単に解除としか言ってない であればやっぱりね受験生の側としてはね解除原因をやっぱり一生懸命考えてほしいんですよ。一つは当然612条あともう一つが用法遵守義務ってことで,でちょっとこれ条文見ときますね。でうんとねこちら2ページね594条です。こちら。でタイトルを見るとね「仮主」。 による使用及び収益ってことでこれ実は使用貸借の規定なんですよ594条は使用貸借ねただで借りた場合ですただで借りた場合ねこれだから借り主はになってるんですよこれが賃貸借だったらこっちです6百0序みたいに賃借人になるんですよ同じ借り主同じねものを借りてる人でしょでも使用貸借の場合は借り主って言います賃貸借の場合には賃借人って言いますからねで一応まあこれ594条はこれ使用貸借の規定 で借り主は契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従いそのものの使用及び収益をしなければならないよこれある意味当たり前でしょね他人から物を借りた当然そのものの用法にしたかった利用しなさいよね突飛ぺもない、ね、使い方するんじゃないよこれごく当たり前のことを言ってます。でこの規定はね何回も言いますけどこれ使用貸借の規定で,でこの594条ねこの1項がちょっと次のページ見てくださいね。 こちら六百十六条によって賃貸借にこれ準用されてるんですよ五百九十四条一個賃貸借したがってこれ賃貸で賃貸借にあってもね賃借人は賃借人もやっぱりねこの用法遵守義務っていうのは負担するんですね負担いたしますねこれぜひねこのちょっと条文ねこのそうこれ条文操作まで聞いてますけど。 ね、まず前提の594条1個これ自体は使用対策、ね、でもこれを616条によって、ね、賃貸借に順用してますんでしたがって、ね、賃貸借契約における賃借人もやっぱり用法遵守義務を負うということですね。でちょっとこれどうですかね用法遵守義務この説問2ですけどもいわゆる民泊です民泊これ用法遵守義務に違反するんじゃないの これどういうことかというと、これこの旅行者に宿泊滞在させたこの高建物ですけども、ちょっと一番上見てくださいね。これ一戸建て住宅ですよ。住宅、一戸建ての住宅。これをあたかもホテルあるいは旅館のようにして旅行者に宿泊滞在させるわけでしょう。これ用法遵守義務に違反するんじゃないの？本来の用法とちょっと違うんじゃないの？これがホテルの問題なんですね。こテルの問題です。 ね、だから一応理論上はねこの点点が論点となり得ますなり得るでも一応結論ねこれまたせて回答例でね確認していただきますけど結論としてはねこれあくまでもこれ一戸建て住宅高建物ねこれ居住用の建物でしょ居住用の建物である高建物をあくまでもねこの民泊とはいってもねこれ居住用建物としてこれ使ってるわけですよ宿泊滞在させてる。 だからそういう点に鑑みれば必ずしも用法遵守義務違反ととはは言ええななないいいんじゃないのかううふうに私は考えました、ね、これ最後の当てはめのところなんでいつも言ってるようにねどっちでもいいです結論どっちでもいいです。用法遵守義務に違反するというふうにしてもいいし、ね、私みたいに違反しないというふうにしてもいいです。最後の当てはめ問題提起規範定率当てはめ、ね、ここは事実認定のところなんでどっちでも一応理屈が通っていれば一応ね理屈をちゃんと書いていれば。 こう,こ,うこうだからね「用法遵守義務に違反しない」とか「違反する」とかちゃんと理屈を、ね、転がして書いてあれば当てはめとしてはどっち結論はどっちでもいいんですよ。どっちでもいいですこれ。ね。一応それも考えてほしいですね。宿泊滞在ってことで。ね。でもこれね一応まあ、ね、居住用建物として使ってるってことだからまあ用法遵守義務には違反しないと、ね、いうのが素直かなと。もしこれね もしこれ例えば賃借人 C がね賃借人 C がこの B から借りてるこの高建物これ一戸建て住宅、ね、これをもしねこの今回みたいなこういう民泊じゃなくて例えばこのた借りた建物を使ってね外観は普通の戸建て住宅だけど例えば扉開けて中入ってみるとレストランだったレストランをやってた、ね、この C が。 いう場合だったらどうですかこれ最近なんかちょこちょこ私なんかテレビなんかでよく見るんですよ。なんかねお店,なんかお店訪問っていうかなそんな番組なんかでね外観は見た目は普通のね戸建て住宅なんだけど実はそこでお店をやっててレストランやってて扉開けて中入ってみるとねもう内装自体はねそんなに大きく手は入れてないんだけどもうレストランになってテーブルがいくつも置いてあって実際そこでお客さんが食事をしてるというような時々テレビなんかで見るんですけどそれだったらどうですか それだったら、やっぱり用法遵守義務違反になるかなと私は思いますね。あくまでも居住用の建物ですから、居住用として使わなきゃいけない。でも店舗として使ってるわけですよ。これはちょっと違反かな。そんな感じですいい、ね、で,ですね。一応設問にね。こんなところです。ですからちょっと論点確認しておきますとね。ちょっと改めて3ページご覧ください。 一応、質問1の方ではですね、履行不能による解除543条、あとね、ここに載っけてませんけど、当然、損害賠償請求415条も、ここでね、当然、論じてください。あと、さっきも言いましたけど、この416条ですね、債務不履行に基づく損害賠償請求の範囲、ね、これはね、まあ、書いてなくても減点はされません、書いてればまあ、加点だろうな、そんな感じですね。したがって、質問1は当然、こっちですね、こっちをしっかり書いてくださいと。 で次、説問2ですけど、こちらもね、当然この後見,見てきますけど、612条のね無断転退におけるこの信頼関係、破壊の理論ですね。当然これがメインですよ。で今ご覧いただいた用法遵守義務、でこれ結構ね気が付かなかったって方も多いんじゃないかと思いますね。でもね、これ今年ね、本試験終わってうちの受講生さんにね、やっぱり個別にね、いろいろお聞きしたらね、これ書いた人も意外といらっしゃる、意外と言ったら失礼ですけど、いらっしゃるんですよ、これ。 先生あ条文見てこれ分かりました「用法順式も書きました」って書いた方もい結構いらしたんでねこれはでもまあたくさんのね大多数の受験生からすればやっぱりちょっと少数派かなとその意味でこの2つはまあ三角書いてれば加点と丸は絶対書いてくださいこれ書かなかったら点数つけませんからねで、ちょっと中身ですねちょっと具体的に解説で見ていきましょうでレジメ4ページですねご覧くださいまず「説問1ね で、利口不能による解除ということで、B は、こう建物が A の日の始末により名出していることから、利口不能による解除を主張することが考えられる。ね。では、認められますかということで。ね。一応、これは結論ですね。もう、温めちゃってます。こう建、いきますよ。これねしっかり見てくださいね。こう建物は名出しており、こう建物の引き渡し金は利口不能、利口不能となっていると。 そして本件売買契約は高建物という個性に着目した特定物売買であるのでね売り主 A は高建物につき全館注意義務を負うんだった。条ここに上がってます特定物の場合にはねこれ全館注意義務が発生するんだった債務者には債務者にはね義務が重たくなります。ですねで特えと全館注意義務を負うがこの A は。 しっかりと非を始末すべきところを怠っているためかかる履行不能につき永遠に奇跡性が認められると、ね、先ほどが何回も言ってますけども、ね、履行不能ね後発的不能プラス履行性ということで債務不履行です債務不履行ねこれ危険負担じゃありませんからね絶対にねで成立するとよってその効果として契約の解除が認められるそういうことですねあと損害賠償請求も当然ねこれも認められるってことですね他もね 条文当てはめるだけですね条文当てはめるだけということでねちょっと次のページご覧くださいここページのコメントここから条文当てはめるだけですよね。でまた債務不履行に基づく損害賠償請求415条もねこれセットで書いてくださいね共に条文当てはめるだけですからねこれ必須ですよ必須でその前提としてね今ご覧ね前のページでご覧いただきましたけども売買契約を特定物売買 で売性が全巻注意義務」に違反していて奇跡性が認められるっていうふうにここら辺をねぜひ丁寧に書くと、ね、あの条文を温めるだけのところではあるんだけど非常にちあの緻密さもアピあ、ね、緻密にあの展開しているところもね採点者にアピールできますから、ね、なんで奇跡性あんの、ね、どういう義務に違反してんのってことですよ。ね、全巻注意義務です。これに違反してるだから奇跡性があるんだよ。ね、非常に緻密になるでしょ、ね、こういうところ。 だから債務不利子成立すするよってことですねで次で今度、ね、6ページですけどこれはね、まあ、書いてなくても減点はされませんよ損害賠償の範囲416条、ねまあ、書いてれば、まあ、加点十ですねこちらはですからまあここねこれ前もねプラスアルファでやってますんで、ね、ざっと確認しておいて頂いければいいですでね「必須じゃないよ加点十だよ」ということでじゃあ次7ページ ね、これさっきご覧いただきました今度は説問2ですね説問の2の方でまず1つ目用法遵守義務です用法遵守義務ということで、ね、でちょっとこれ見ておきますね問題の所在 C が一戸建て住宅である高建物をさまざまな旅行者に宿泊滞在、ね、いわゆる民泊ですさせたということで B は C の用法遵守義務違反による、えー、賃貸者契約の債務不履行を解除、ね、これを主張できますかということでできますかということでこれね で一応結論としてはさっき言ったようにね、こえっ、ー、と高建物は一戸建て住宅であり、あくまで C は旅行者に高建物を居住用建物として使用させているため、用法遵守義務違反は認められないというふうに私の方でしました。でこれさっきも言いましたけど、違反違法遵守義務に違反するというふうにしてもいいと思います。ねそのかえちゃんと理屈は転がしてくださいね。ね一応私こう書いてるでしょ住宅。 ね、であくまで高建物を居住用建物として使用,、ね、使用させているんだからとうこうちゃんと理屈も書いてますからね。でよってと用法遵守組違班にある本件賃貸借契約の債務不履行解除、ね、これは主張できないよということでよろしいでしょうか。ね、でこれも過庭中ですよ、ね、必須じゃないですよということで <laughs> よろしいでしょうか。ね、であとえっ、ー、と。 ですね、こちらがね柱になりますここはでもね612条信頼関係破壊の理論これはもう多くの,、ね、あの受験生の方がしっかり展開できると思うんで、ね、だからあままり心配はしてません、ね、ただ逆にねこれもいつもこのプラスアルファトーナメでもお話ししてますけどこういう、まあ、腸がつくくらいのね典型論点ほど実は点差がつきますから、ね、ご自分のその論証ですね論証きちっと書けるかどうか。 ね、これはもう一回しっかりとねこのレジュメあるいは公かけ民法等を使ってねあの論ははししっかり確認はしておいいくださいこういう超,、ね、超がつく典型論点ほど本当に差がつくんで逆に言うと本当に隙のない論証っていうのが要求されますからねだから逆に本当にねあの実力者になればなるほどねこういう基本論点見ると緊張するっていうんですよ緊張する逆に難しいねみんなが書けないような論点見るとほっとするっていうんですよこれがわ私すごくよくわかるんですよこれね どこまで言ってもこの鑑定試験相対評価の試験だから、ね、基本的な論点であればみんなそこそこ書くから、ね、ちょっとしたミスが意外なんんで点差を生んじゃうんですよ逆に難しければみんな書けないから、ね、自分が書けなくてもあんまり差が開かないそういうことですね。でちょっと見ておきますよ、えっと。B としては C が旅行者をこう建物に優勝で宿泊滞在、ね、いわゆる民泊させていることから無断でこう建物を転退し使用収益させたとして6 0 0次を基づき ね、賃貸借が解除すするるるととと主張することが考えられるとそこでと612条に違反した場合常に解除できるのかということでねしたら条文上がってますこれしっかりまたね条文何回もねこれ読んでこれ読み込んどいてくださいねもう極めて重要な条文です612条ね。であと判例、ね、こちら賃貸人の承諾のない転退がなされても賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があればね要するに 信頼関係の破壊がなければそういういいい言葉に置き換えてもいいですこれは一応判例が立てたこれ規範なんでこれそのまま正確に書けると印象いいですけどねでもね信頼関係の破壊がねこれなければなければ解除権は発生せずというふうに書いてもいいです、ね、その場合には賃貸には解除できないよということでで理由ですねこれは絶対しっかり書けるようにしといてください。やっぱりね東連で出しても多くの、ね、受講生さんがこれぐらい書いてくるんですよ。 だから、えー、先生これぐらい書かなきゃいけないのねちょっとね皆さん大変かもしれませんけど一応これぐらい書けるように準備はしといてくださいで六百十二条二項の趣旨は賃貸者契約が当事者の信頼関係を基礎とする継続的契約ねこの信頼関係継続的契約これ二つこれあのキーワードですねキーワードね信頼関係を基礎とする継続的契約であることに鑑み無断転えー、無断譲渡ねあと転貸ねは えーと賃貸借関係を継続するに絶えない配信行為だと考えて賃貸人に介助、えー、とを認めようという点にあるとこれが趣旨だよとでこのような趣旨に鑑みると無断上と天体これちなみに無断譲と天体ってなんですけどこれ無断って言葉これ両方にかかってますからねちゃんとねこことこんな形でね無断って言葉が譲とって言葉と天体ね両方だから無断譲と無断天体ってことですからねこれね でとすると,と無断譲渡転退により第三者に、えー、と賃貸物を使用収益させた場合でも賃借人の当該行為が賃貸人に対する配信行為要するに裏切りですね配信行為って裏切りと認めるに足りない特段の事情がある、ね、要するに裏切りと認められないそういう場合においては解除を認める必要がないからだよってことでしたね。こここれはいいででですすすねねねねももうう一回ししっかり、ね、この表現確認てておいてください、ね、で次今度最後、えー、とコメントです、ね、これはもう必須ですよ で多くの人がね多くの受験者はその辺のことを書くんでしっかりしたら,したら論証がね要求されますよってことでで最後のねこの信頼関係破壊の理論のこのね論点の最後の当てはめところでね本物民泊の得意姿勢をねこれわずかでも示せれば加点重要になると思いますよってことでこれこの後実際回答例で確認をしていきます。一応ここまででででいいかがしししたたょょうう論点ははえたでしょう問1についてはね 債務不行に基づく損害賠償請求等解除説問2についてはね612条の無断転退ねそこでいわゆる信頼関係破壊の理論、ね、これを書かなきゃいけないこのそれぞれねこの論点今私が申し上げた論点さえ拾ってちゃんと書ければ十分合格点30点以上間違いなくつくと思いますこれはよろしいですねじゃあちょっと解答例で確認最後いたしましょう。 でデジメですね十二ページ開けてくださいこちらいきますよでまず設問一からいきますこうねこうじっくり見てきますよこの書き方とかもね参考にしてくださいねまず B はこう建物が A の日の不始末により明示していることから履行不能による解除を主張することが考えられるとねもうこんな形でざっくりとまず1組の手段これあげちゃっていいですでは B のこの主張が認められるのかって う建物は抵出しておりう建物を引き渡し債務は利効不能になっているよ。ね。後発的不能だよ。でなおかつね本件売買契約はこのう建物という個性に着目した特定物売買であるので売り主 A は、ね、全館注意義務を負うんだけども400条ね400条 A はしっかりと非の、えー、と始末をしなかったと怠ったと、ね、かかる、えー、と利行不能につき債務者 A に奇跡性もあるね。 で務不履行の後発的不能プラス債務者の奇跡性ということで債務不履行が成立するねとね非常に緻密でしょねで効果ね最後よってねこれ当てはめですけども、ね、B による解除が認められると543条本文ですねこちらで次にと今度2つ目ねやっぱり債務不履行成立してますから債、ね、務不履行の、ね、同じく効果としてもう1個損害賠償請求415条、ね、こ,れをこれが考えられるよということで で一応ここまででいいですよここの,、えー、とこの10行目まで,、ね、で11行目からねさっきお話をした損害賠償の範囲の議論ですから、ね、416条の構造ですねこれはね書けてればまあ加点自由ってことなんで書けてなくてもいいと思います。ここは結構ねあの私の方ではねこの辺結構当たり前まで結構書きましたけど、ね、でも実際受験生の方がここで書けるかなかなか難しいと思いますんでだからこれもう飛ばしちゃっていいです。ね で次今度、えー、っと23行目までちょっとねいきます。でよって上記損害については B の請求は認められるとねこれ要するに損害賠償請求できますよ。なおこれちょっと気をつけてくださいね。B が本件売買契約を解除した場合でもこれ解除できるとさっきやったでしょこちら543条ね解除した場合でも、ね、B は A に対して損害賠償請求はできますからねこれ気をつけておいてください。 これ,これ条文があります545条3項ということでご覧くださいこちらねちょっとこれ条文もう一回確認しておきますとこれ解除の効果ですね545条で1項本文を見るとこれ現状回復義務を定めてた、ね、で2項を見るとこれもし、えー、と金銭を返還する時には受領の時から利息を付して返さなきゃいけないよ、ね、こちらこれ金銭に関する督促でした ね、お金っていうのはねこれ利息を生むというそういう発想があるわけですねあの資本主義社会にあってはお金は常に利息を生むっていうそういう発想がこれ前提にあるんですね。で3項見てください解除権の行使、ね、損害賠償請求をけないよ、ね、これやっぱり損害生じてる場合がありますからね解除権行使しても損害が生じてる場合があるんで、ね、それは、ね、別途損害賠償請求によって添付する必要があるってそういうことですね。 ですから解除権行使しても損害賠償請求できるよ。これは勘違いしないでくださいね。ねで、もう一回ちょっと回答でちょっとお戻りください。よいしょ。よろしいでしょうかね。だからそれだけこの二つだけ書いていただければオッケーです。ね。解除と損害賠償請求ね。で次質問二の方行きましょう。で十三ページですね。十三ページご覧ください。でまず縦位置ですがこれもね。 飛ばしちゃってもいいです。用法遵守義務違反ですね。用法遵守義務違反、ね。これはかけてなくてもいいで次の縦2からいきます次2と、ね、これ B としては C が旅行者を、ね、高建物に優勝で宿泊滞在させていることから無断で高建物を転退しさらに使用収益させたと,、ね、ということで612条に基づき本件賃貸借契約を解除すると主張することが考えられるとそこで612条に違反した場合。 すでに解除できるか問題になるよということで。ね、論証いいですね、この辺ね、で最後ちょっと当てはめでいきます。ここね、えっ、ー、と十八行目ね、当てはめのところからいきます。要するにこれ信頼関係の破壊がつと言えるかどうかってことね。で、本件賃貸借契約締結後二年は。市自身が使っていたことが伺われ。こう建物を旅行者に転貸していたのは一年のうち。ね、一応わずか。百二十日、ね、四か月だけだと。 また C が出張から戻ればまた C によるえっと使用が再開されることが予定されているとね自分が外国にね出張している1年間ねこれだけ一応あの宿泊滞在させたっていうことですからね。でそして旅行次ですね旅行者が高建物に宿泊滞在した際に騒音やごみ処理等に関して近所から苦情が来ることはなく高建物は平穏にこれ,ねこれ私が使いましたこれね私がここでねあえてこの言葉を使ったんですけど平穏に 使われていたと言えるとこれですね問題文には書いてませんねそこまでねただ苦情は来なかったよクレーム来なかったよとしか書いてませんただ私の方でねこういう当てはめのところにいつも言いますけど当てはめのところってある意味ねこれ作文なんですよその人の作文能力が要求されますんでねだから単に苦情が来なかったいうだけじゃなくてね平穏に平穏にって言葉ねこういう作文でねこういう言葉作るね つけていただけるとさらにねこれ流れができであの作れるかなと思いますで使われていたと言えるとで以上からすればと賃貸に対する廃こ,こういうと認めるに足りない特段の事情が認められると要するに信頼関係の破壊はないとしたがってかかる主張612条に基づく賃貸者契約解除の主張も認められないよで最後まとめで、ね。よって B は用法順守義務派に基づいてもさらには612条に基づいても解除することはできないよ ね、これちゃんと書いてくださいね解除できないよ解除できないよちゃんと出題者がこれ問題文の中で解除できるかどうかこう聞いてるわけですから、ね、だから単に信頼関係の破壊が、ね、あったとかなかったとかそれだけ書いても駄目ですよ最後ちゃんと当てはめをして、ね、果たして B が解除できるのかどうかここまでしっかりと言及しなければ問いに答えたことにはなりませんから、ね、いつも言ってますけど必ず出題者が聞いてるところにちゃんと答えるって形で、ね、あの答案を、ね、あの締めくくるようにしてください。 よしですね。じゃ、あ時間になりましたんで、一応ね、一問目は以上ということになります。で、またこの後十分の休憩挟んで、その後二問目ですね。二問目の解説やりますんで、どっかのタイミングでちょっと二問目ね。あの、時間測って書いてみてください。ね、じゃ、あ十分間、お休みください。